イシクラゲは、年樹も族に属する陸生卵巣の一種である。多数の細胞糸が寒天質機質に包まれた、軍隊を形成し、芝生や土壌、コンクリート状に生育している。食用とされることもある。本種は、年樹も族のタイプ種である。世界中に分布しており、種小名の、コンミューンは、普遍的であることに由来する。 石クラゲは日本では、身近な存在であり、古くから食用にされてきたこともあり、岩木クラゲ、鴨川のり、木舟のり、白川のり、姉川クラゲ、モーアーサ、ハタカサなど様々な別名、地方名がある。多数のトリコームが寒天質気質に埋没したもかを形成する。軍隊は初め休憩であるがすぐに扁平になり、表面は不規則にシワが寄って、 不定型に広がる。直径30センチメートル程度になることもある。比較的丈夫なゼラチン質であり、吸水すると防重にし青緑色から、高褐色になり目立つが、乾くと黒く比較状になり、手で揉むと、小片や粉末状に壊れる。このような乾燥状態でも死んではおらず、過死状態で生存している。 87年間乾燥状態で保存されていた石ラゲの標本に水分を与えたところ増殖を開始したとの報告もある。乾燥した石ラゲの群体にはトレハロースが蓄積されており、細胞が痛とうとともに極限的な乾燥体制に深く関わっていると考えられている。また石ラゲは紫外線吸収物質であるマイコスポリン。 サマーアミノ酸やスキトネミンを多く含む。1A 軍隊1ビット、軍隊 1C 軍隊内部には、多数の細胞糸が含まれる。細胞糸は湾曲している。軍隊終焉部では、各細胞糸の鞘は、明瞭、高褐色で時に相乗。細胞糸を構成する細胞は、球形から炭酸系、直径4から6マイクロメートル。異質細胞は、球形。 直径67メートル。アキネートは普通見られないが一例のみ報告されている。2、黒い部分が乾燥した石クラゲ世界中に分布しており、北米、南米、ヨーロッパ、アフリカ、中東、南アジア、東アジア、東南アジア、オーストラリア、ニュージーランド、南極、北極圏、大西洋、インド洋、太平洋などから報告されている。 日本でも北海道、本州、四国、九州、沖縄に広く分布する。土壌や芝生、コンクリートの表面などに生育し、庭や公園、運動場、路傍、工作地などでよく見られる。日本では特に梅雨時に多く生じて目立ち、わかめに例えられることが多い。石ラゲは日本を含む世界各地で食用とされることがある。日本では時に、 炒め物や天ぷら、佃煮、味噌あえ、酢の物、味噌汁などにして食される。懐石料理に使われることもある。中国では、石ラゲは広く市販されている。石ラゲは、コレステロール上昇抑制、細菌感染防御作用、抗菌作用、抗酸化作用などの生理活性を持つことが、報告されている。卵巣の中には、有毒な種も多いが、 石クラゲからは、毒は見つかっておらず、また長い食経験からも問題は報告されていない。また、禁煙種である同属のファーザイやカツラ、センマイ、足つきも、食用とされる。一方、庭やゴルフ場などで、石クラゲが大量に発生し、美観を損ねて問題視されることもある。石クラゲが、分類学的に認識された当初には、外見的類似性から、 キクラゲの一種として扱われていた。その後、藻類として認識されるようになり、イシクラゲをもとに、年樹も族が提唱された。イシクラゲは、年樹も族のタイプ種である。分子系統学的研究からは、イシクラゲが、非単系統群であることが示されており、分類学的な再編成が必要であると考えられている。 日本からは少なくとも4つの遺伝型が認識されており、マイコスポリンサマーアミノ酸の違いと対応することが報告されている。ありがとうございます。